丸田京介は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属する騎手。特技はサッカー。ザウの名は、精神誠意。愛称は、丸京。中学3年時に、JRA 競馬学校騎手課程を受験するが、不合格となり、北海道旭川東高等学校に進学。翌年合格して、高校を中退する。2003年、4月に、 競馬学校騎手課程第22期生として入学。入学時の同期には、的場早虎がいる。実技の習得が遅れ、途中で1年留年するも、2006年12月16日に、中山競馬場で行われた模擬レースで玉もスオードに、騎乗し一着となる。2007年2月に、競馬学校を、第23期生として卒業式主免許を取得する。 卒業時の同期には藤岡孝太郎がいる。卒業式後の祝賀会ではスポーツマン大賞を受賞。3月3日に行われた中京競馬場での第2競争で6番人気だったノースリバーに起乗して初起乗を果たすも最下位の16着だった。5月26日に東京競馬場で行われた第5競争を6番 人気だったグラスレンヌで勝利し、26戦目で、初勝利を挙げる。1年目の目標は50勝を挙げることであったが、結果は三勝だった。しかし、翌2008年は31勝を挙げた。2009年、4月19日に、福島競馬場で行われた第5競争で、エーシンワールドに起乗して2位入選したが、 最後の直線走路で急に内側に車行して、アルマダの走行を妨害したため11着に降着となり、その後、地震発の機上停止処分を受けた。期間は4月25日から5月10日まで開催日6日間で、さらにこの結果制裁点22点が加算され、当年1月4日から施行されている、新しい制裁基準となってから、初の最強育児校機種となった。 しかし、年間では、前年を上回る49勝を挙げた。2010年、3月20日に、中京競馬場で行われた第4競争で、ブルーエンジェルに起乗して4位入選したが、最後の直線走路で急に外側に車行し、東証チャンスに起乗していた、田野もき博志好機衆を落馬させたため失格となり、さらに第10競争でシンボリローレンスに起乗しに、 入線したものの、最後の直線走路で急に内側に車行し、トレジャーハントと成田ジャングルの走行を妨害したため発着に、到着となり、合計10日間の帰上停止となった。これは2009年の NHK マイルカップで、吉田豊騎手がサンカルロに帰乗し、2度の進路妨害で8日間の帰上停止を抜く記録となった。7月24日に、 函館競馬場にて行われた第一競争でダイヤヘルメスに起乗して勝利し JRA 通算百0 0勝を達成する11月20日に福島競馬場で行われた福島記念で12番人気のダンスインザモアに起乗し道中最後方ながら最後の直線で大外から差し切り重傷発生波を達成した2014年のサマースプリントシリーズでは リトルゲルダで北九州記念セントールステークスを制する。2014年12月14日カペラステークスをダノンレジェンドで制しダートの JRA 重賞レース初勝利。2018年4月から所属していた胸型旧車を離れフリーとなる。ありがとうございます。